ねえ、こんな可愛い子をゴリラにしたなんて最悪じゃねえか。ほいほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで出発しましょうか。はい、それじゃあ今回一緒に行くのは、はい、めぐちゃん、あと2人、お、ゆうかさん、そしてマジで不安なの。いや、頑張ってこ。はい、キャンディーさん、行きます。おいし、頑張っていくよ。行くか。旅は道連れ、世は情けよ。いつも思うけどさ、なんか元大魔王、元大魔王の着とる服めっちゃ可愛くない？私前回このファーストシーズンの時にこのアユナが着とるのを見てめっちゃ可愛いなって思いよったんやけど、あれなんの、何の服なのよくわからんけれども、え、なんか体力、おー、いいねいいね。なんか罠はね、見事に成功した時すごい嬉しいんやけど。僕が作った HP バナナをどうぞ。マジで作ったん？え、すごくない？そういう才能があるのね。かまいたち、パニシメント、ミスミスつら、いけ、いいねいいね。へっ、イライラしないでなんでこっちがね何かしたんならあれやけど、ひがみじゃねえかやる気出せよ手抜き。いや、そこはさ、やる気出してあゆな以上に活躍した方が絶対良くない？これってあれなん、味方には効くけど自分には効かない感じ。すごく好きね。なんかキャンディーさん、そういうちょっと仲間同士で足の引っ張り合いするのはよろしくないと思うよ。やった、めっちゃ恨まれてるけどやった大丈夫かな。いや、まずね、このパーティーのチームワークが心配だわ。お、はあ、王様と姫が、心姫とトラララララまた取られてしもうた、困りましたわ。冷静だなおいまた取られてしもうたじゃねえや。強化トロロロゴーレム、そしてゴールド心将軍。ああ、もう姫が、姫をそういう扱いにするのはやめていただけますかねつらい、ムッキムキでつらい。お、新しい技、オーデコロン、手伝うね安らかな気分、安らかな気分になったから何なんだふわーっとしてなんか行動が遅くなるみたいなそういう感じ。おー、めっちゃいいやん。いやー、いや、でもあんまり効いてないぞ。いや、弱、え、ちょっと待って、弱くねどうした、強化されてるんだよね。めちゃくちゃ弱いけど、でもなんか防御は防御で上がってるような感じがするよね。なんか向こうの攻撃こっちにほぼ効かんけど、こっちの攻撃もなんか微妙な感じな気がする。お、覚悟なさい、いけ、いいぞいいぞ、どうだなんでなんでそんな目してたのっていうか、ここの2人の仲が深まっていきよる気がする。 HP バナナいっぱいあるから。お、優秀だね。何、どんだけ持ってんの。てかあれないの、他のこのメンバーに比べたら、比べたらっていうかメンバーと比べて、あの持ち物とかが出てないけんさ、このスケットキャラアスム、これいくらでも無限に HP バナナ持っとけるんやないの。あれ待って、トラララ、いつの間にやっつけてた
弱いな、おい。そう、ちゃんと回復して技も使ってってね。キリッとした顔になってよ、危ないよ。キャー、お、いいぞいいぞ。そんなものが当たったところで、そんなのいいからちゃんとメグちゃんにバナナを与えてあげて。多分あとちょっとでやっつけれるはずやけん。から焼き、お、ありがとう。しかし手抜きなんだよこっち。手助けの方がよっぽど強いっていうね。え、なんか姫強くない？姫めっちゃ強くない？王様速攻でね、お亡くなりになったのに。え、やば。いけ、よし、すやって感じの顔になったけど、助かったの？うん、助かったよ。ありがとうございました。いえいえね、こんな可愛い子をゴリラにしたなんて最悪じゃねえか。まだまだいけるよ。お、ゆうかさんレベルアップ。そしてボーナス経験値はどうしようかな。はい、ここはキャンディーさんに上ゴリラプロテイン。あ、もうその場に体、あ、あるんや。なるほどね。ふんふんふん。はい、これで。オッケー。戻ったぞー。パパ、よかった。またまた助けてもらったな。感謝いたします。まったく大魔王のやつめ。いや、今は超魔王だったか。戦いは続いているのですね。その他には期待しておるぞ。頑張ってください。むしゃむしゃ、もぐもぐ、食うな食うな。ごきげんよう。ちょ、食べるのをやめさせて。アスムって何が好きかな、なんだろうか。てかさ、前回ファーストシーズンの時ここまで来たことなかったんやっけ。あの、何、王様と姫がもう一回顔を取られてるのを初めて知ったような気がするんやけど、私の記憶がいつも通り記憶力が悪いだけか。はい、それじゃあ料理をお任せで。もうだいぶね、料理も増えてきたけんね。二人が全員が満足する食べ物というものは存在せんのやろうか。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。ヒーローのローブが欲しいです。お願いします。これはキャンディーさんかな。止まらないでー、もうちょっとー。 HP バナナ1本。いや、まあ、うん、いいんだけどね。いいんだけどね。くそー。はい、そしてお小遣い。ヒーローのローブ、ちょ待ってね。ヒーローの装束、ヒーローのドレス、みんなヒーローになるのね。なるほど。じゃ、ヒーローのローブを。さあ、色はどうしようかな。紫ちょっとかっこいいな。これにします。さあ、そして、ゆうかさん、ヒーローの装束。あー、年だけヒーローになれない。いや、めぐちゃんもなれんのか、金額的に。さあ、ゆうかさんは、青がいいかな。はい、これでいこう。で、多分めぐちゃんも4600よね。元足りないと。次回ね。さあ、今回は誰が行く？お、めぐちゃんもう一回行く。張り切ってる。はい、キャンディーさん。決めポーズ付きでありがとう。はい、そしてリミッちゃん。行こう。前回ゆうかさんが行ったけんね。ゆうかさんの代わりにリミちゃん。お、皆さんおる、あっこに。合流できるかしら。
なんだなんだ。ふう、はぐれたみんなどうしてるかな。すぐそこにおったよ。もう一方その頃、はぐれた仲間たちは、待っててもしょうがない、先に進もう。強いな。お、そしてフィッコちゃん風邪が治った。よし、それじゃあこっちもね、料理を。あー、やっぱり必ず必ずダメな人たちが。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。英雄の槍をください。これはミラさんってことかな。あ、これいける気がする。あ、大丈夫、大丈夫、過ぎないで、過ぎないで、過ぎないで。おー、ギリギリ。はい、武器、英雄の槍ゲット。これはもちろんミラさんに。オッケー。はい、そずれちゃ、あー、まあ、多分、あ、カエル、ロックの翼カエルやん。はい、じゃこれでミラさんは武器と防具両方変わったわけや。いいね、いいね、ロックの翼超かっこいいやん。いや、これはもう普通に黒がいいね。かっこいい。はい、それじゃあ出発しますか。さあ、行くメンバーは、はい、フィッコーちゃん、ミラさん、両方整ったミラさん、はい、そしてプーさんにさっちゃん。はい、出発してこう。小悪魔の武器、槍を12種類集めよう、達成。さあ、早く合流がしたいけれど、2回ぐらいかな、合流できるの。今日は何があるかな。プーには負けたくない。なんでそんな張り合ってるんすか。ミラってクールだよね。ふっ。あ、でもこの前おねしょしたの知ってるよ。え、バレてた？したんかい。いや、冗談だけど。ふっ。したのね。自己申告してしまったわ。戦うの嫌だな。冗談はほどほどに。いや、きっと本気で戦うの嫌なんだと思うよ。よし、行こう。おお、お前か。あらぬ疑惑をかけられて。いけいけ。めっちゃスタイルいいよね。めちゃくちゃスタイルいいよね。私もあんなスタイルになりたいんだけど。この子たちはめちゃくちゃ簡単にバブルやる。おめめデューサ。おめめデューサのスタイルが欲しいです、私。強さはどうなんやろ？結構強いんかな？そうでもない。みんな愛してるよー。ありがとう。うおー、この乱射中の顔が怖いんだけど、結構。怖い。石化してしまった。お前か。結構弱かった。あれ、なんか向こうのチームに比べて敵弱くない？気のせいかな。そんなことはないんか。もらえる金額もめちゃくちゃ少ない。つら。早くみんなを強化していきたいんだけれども。ほら、すごくくびれがあって羨ましいです。セクシーだね。ピッコちゃん、よけて。え、でかっ。え、あの袋めっちゃでかくない？え、ちょっとびっくりしたんやけど、普通に。あんなでかさあるんや。やば。嫌やな、自分の身長よりもでかいモンスターはちょっと。弱点を攻めるなんて卑怯だけど。
器用だけどね。ね。クククお仕置きフォーク弱いな、お仕置きフォークだいぶ弱いな。あーフィッコーちゃんポーッとしないで。あーなぜフィッコーちゃんだっけ。花が咲くよ。別にポーッとしてるけんってこう何普通以上何かを気にすることはないんかな。ね、普通やったね、さっき普通に攻撃してくれたし相手のことちょっと弱くなるぐらいの感じかな。興奮した。大丈夫か。あピッコちゃん諦めないで。ありがとう顔。遅いよ、かっこいいな。あれは敵味方関係なくダメージを受けるからね、めっちゃやだわ。あれ自分ほとんど回復できてなくない？おおお、いけるか。よし、いいぞ。その感じでフクロウが結構耐えるんよね。体力多いんかな。あー皆さん再び石に。つら衝撃に備える。うん、防御大事よ。よし、みんなのために歌います。おいいね、なんか踊り付き合ったよ。よし、あとはおめめティーサだけ。2匹おるんか。頑張ってくれ。いいぞいいぞいいぞ、2匹同時嬉しい。やっほー、さっちゃんがもうちょっとでレベルが上がりそうな感じ。褒めて褒めて、私もそう思う。まあそりゃね、褒めてくれるのは嬉しいからね。特上キノコのソテー激レアゲット。特上キノコのソテーか、なんか知らんけど美味しそう。どっちのスイッチを入れる、どっち入れる、どっち入れる、どっち入れる、こっち右。おー危なはは。ふう、危機一髪。はい、到着。く、落ちんかった場合の未来が見たかったわ、私は。めっちゃびっくりした顔するやん。はい、それじゃあ料理でお任せ。くー、ダメだな。なんかいつもさ、こう2人ダメな人がおるような気がする。1人とかじゃなくて。はい、ゲームコーナーでルーレット。英雄のマイクが欲しいです。英雄のマイク、これさっちゃんってことやんね。よし、来い。あー、ペア旅行券か。もうちょっと早まってくれてもいいよ、もう一回。ギリギリ違う。景品、ペア旅行券、A クラスゲット。じゃあ、これは。はい。ピッコーちゃん。ピッコーちゃん、いってらっしゃい。さあ、みんな楽しんできてね。二人は旅行を楽しんだ。楽しかったね。ねえ。はい、いいかも。二人は敵討ちを覚えた。相手が倒れた時に発動する復讐の一撃、許さない。結構強いよね、協力。はい、そしてお小遣いは。うー、買えない。あー、ダメだな。また今度やね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。多分もう次か次の次ぐらいで合流するんじゃないかなと思うけん、そっからがまた勝負やね。